はい、今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、ここにねこう、ノートパソコンがあるんですけれど、皆さんですね、ノートパソコンとかずっと座ってですね、疲れたとか、もうなんか肩が痛いよとか腰が痛いよっていう方って結構いらっしゃると思うんですね。でパソコンやってる時こう長時間ねこうやると思うんですよ。でその時ね、どんな姿勢をすると楽になるかっていうことでね、PC 作業は楽になるかっていうことで、肩こりが、を軽減させるPC の、使い方っていうか座り方ですね、座り方をご紹介したいと思います、はい。でまずね、手をねこうやって前に出してみてください、はい。で前に出してもらってね、こうやって小指を内側にしたり、肘を曲げないようにですよ、小指を内側にしたりこう外側にしたり、ちょっとこうしてみますよ、はい。で小指をね外にしたら、このまま脇をねこう絞ったらですね、このまま脇に手をつけてみてください。脇に手、はい。でこのまま手首だけを返してもらうということで、これでですね、こう PC 作業をこうちょっとしてもらうということ、こうしてもらうといいと思うんですね。ね。で大体ですね、肩こりの方っていうのは、このね、このまま手をこんな感じでやってるんで、手肩に負担かかってるんです。で手をですねこうやって前にね肘を伸ばしたものでね、こうちょっとして脇を絞ってもらって、絞ったまま脇をね閉じてもらって、その手首だけ返してもらうと肩ってこう上がらないんで、結構ですね肩こり軽減になるんでね、やってみてねいただければとね思います。ぜひですね試してみてください。今日もありがとうございました。